はいえー、ホンダスーパー株 C90 の D7 ですね、はい、だってそう書いてありますからね、D7 って書いてあります。はい、で、あのー、これ、面白いことはね、ここにメーターがついてる、ガソリンメーターついてるんですよね、昔の株だから、はいえー。というものです、えー、このですね、どうですか、このボックス仕様、ね、あの銀,銀行のとか、 あの信用金庫のな外交の人がこう乗ってるっぽい感じのボックスですよねえフロントはこれあのプレスカブ系のでっかいカゴです、はいね、これがねいいっていう人とダサっていう人とすごい分かれるんですけどあんまね若い人でこれがいいっていう人いないんですよね各位私も絶対乗りたたくなかったね。 でもね年取って、この株の、ね、こう良さっていうのに気づいてからはです、ね、あなんかこれもいいじゃないってこう思えるようになっちゃったんですよね、これ不思議ですね、おじさんになるってこういうことですね、はい、でこの C90、大変に状態いいです、綺麗です、これ、コレクターの方からです、ね、買い取ってまいりました、はい、<laughs> で今の株と違って、ですねあの指導はキックのみですね。はい えここにチョークが付いてます。あ、当然キャブですよ。キャブです。で、指導はキック。よいしょ。ね、ノ、え、ミ、ー、となっております。はい。すみません、ちょっと室内なのであんまりブンブンできないんですけども。はい。ね、大きなレッグシールドと、えー、シートとリアキャリアと、はい。ザカブです。はい、九十です。 で今110とかね、えー、ありますけれども、まあそれのご先祖様ですね、はい、それに当たります。でこれの14インチの株プロっていうやつが新聞仕様、で MD っていうやつがあ郵便局メールデリバリーですね、えー、になります。確かそうだったと思うんですが合ってますか、はい。です。で、えー、まあこれ、えー、非常にこうコレクターアイテム的なあ側面もありますので。 あんまり僕は、ね、下手なこと言うつもりはないんですけど、えー、非常に状態がよろしいので、えー、いかがでしょうかあの普通にじゃんじゃん乗れますんでかぶ、はいね、ちゃんですいいねかぶどうですか普段の足として今ねかぶも高いですよ新車で買うとねものすごい高い。 どうですか？良くないですかね。あえてこのこのタイヤパターンもよしレトロな感じです。前後ドラムブレーキです。はい、えー、下手したら廃車になるまでメンテフリーです。はい。えー、これね。前後で同じ銘柄なんだけど、パターン違うんだよね。確かね。はい。いかがでございましょうか。かぶちゃんです。はい。よいしょ！ えと販売条件とホームページに詳しく書いてあるはあるんですけど、えー、と原付きなので原付きというのは2種も含めてですねなのであの郵送でナンバーが取れないんですねなので、えー、とこちらが書類を送るので、えー、ご自身で、ね、それをあの市役所を持ってってもらえればですねもしくは区役所あのナンバー無料で配布されますので交付されますんで。で それを送り返していただくという手続きが一つ必要になります。まあ、あの、むさ村だったら。私行って来れるんですけど。はい。遠くだと難しいので。はい。で、えー、もちろん価格は店頭乗り出し。で、ね。遠方の方、につきましてはですね、えー、輸送させていただきますので、えー。別途見積もりという感じになっております。はい。下取りも頑張ってますんで、えー、ぜひご連絡いただければと思いますです。はい。いかがでしょう。これね、非常にこう。いい。 いいやつだと思いますけどね、はい、日頃の足でいかがでしょう、えー、一応あの乗り出し価格ですので、えー、基本的なて点検、整備です、ねえー、に加えて、えー、自賠責がついておりますので、えー、すぐ乗っていただけるかなと思います、はいえー、どうぞよろししくお願いいたします。